窓から噴き出す炎。その直前、防犯カメラが捉えていたのは、部屋の窓に何かを投げ入れる男の姿でした。先月9日、西成区の集合住宅で火災が発生し、2階に住んでいた牧田七重さんが急性一酸化炭素中毒で死亡しました。警察は昨日、殺人と現住建造物等放火の疑いで清掃員の新田信義容疑者を逮捕。現場近くの防犯カメラには新田容疑者の事件当時の様子が映っていました。午前6時ごろ、画面手前から歩いてきた新田容疑者。おもむろに立ち止まったかと思うと、次の瞬間、手に持っていたものを窓から中へ投げ入れました。その後、中の様子をうかがうように、自転車で現場周辺をうろつく新田容疑者。再び徒歩で現れると、再度手に持っていたものを部屋に投げ入れます。そのおよそ5分後、集合住宅からは煙が。住人とみられる人が慌てて外に出てきました。火の手が勢いを増すと、再び新田容疑者が現場に戻ってきます。様子を見に来たのでしょうか。困惑する人の肩を叩き、声をかける姿も映っていました。炎がさらに大きくなり、黒煙が立ち込める様子を確認した後に、新田容疑者は現場を立ち去りました。警察によると、新田容疑者が火をつけたのは、亡くなった牧田さんが住んでいたのとは別の部屋で、火元の部屋の住人は当時外出していたということです。警察は動機を調べていて、新田容疑者は全く身に覚えがないと容疑を否認しています。スクープや走るでニュースランナー。